はい、公暦2683年4月13日、朝3時41分です。ちょっとね、目が覚めて、動画撮ってるんですけども、本日のテルキー塾ですが、実は私たちは皆、念が使える念能力者なんです。場のエネルギー、見えない力について話したいと思います。知ってました？私たちは念能力者なんですよ。念能力が使えるんですよ。念。ハンターハンター。ハンターハンターとか念とかありますけど。で、なんかまあ、カメハメハとかは売ってないですけども、念が使えるんですよ、念が。誰でも使えると思うんですよね。で、例えばなんか空気を感じるじゃないですか。空気が悪くなるとか、空気良くなるとか。だからイライラとかしたら、念というか、あ、この人イライラしてんなとか、イライラがこう相手に伝播するっていうか、伝わるっていうか、イライラカリカリしたら、なんか知らないけど、自分もイライラカリカリ。だから満員電車とか、なんか変な、ね、念というか、悪い空気だったら、自分もなんかイライラするなって。なんかイライラするなって。あれって満員だからイライラするんじゃなくて、なんかそういうのが発せられてるっていうのもあると思う。例えば。あれ満員でも、すごいもう裸のお姉ちゃんバカだったら、いいんすか？みたいな。顔にやけちゃうみたいな。そういうのあると思うじゃないですか。男の人だったら。そうじゃなくて、まあ、それは、その見た、その、なんかこう、なんか、自分のタイプじゃない、ちょっと表現が難しいから、ちょっとこれ割愛します。これ割愛します。ちょっと忘れてください。とにかく、そういう、使えるんですよ。で、それは本当に見えない力っていうか、場のエネルギーがあって、僕、ふと、自分の例で言うと、まあ、ずいぶん前の話ですけれども、去年とかで、選挙人名簿の閲覧っていうのができて、選挙はがきを送るんですけれども、有権者の方々に。住所わからないじゃないですか。で、住所をこう調べるために選挙管理委員会に行くと、その有権者の住所がわかるんですよ。何歳とか。若い人たちに向けに送るんだ。まあ、若い人たちの、ピンポイントでは分からないですよ。あ、大体この辺に住んでる人のって分かったりするし、調べたりすることできるんですよ。でも、これは本来、僕らがやることじゃないと思うんです。だって、個人情報を知ることになっちゃうわけじゃないですか。だから僕らがやることじゃなくて、選挙はがきを送りたいって言ったら、これ、選管側が、やることだと思うんですよね。だから、これ、制度がちょっとおかしいなと僕は思ってるんですけれども、だから、まあ、個人情報にすごい配慮しながらやってるんですけど、だ結構、ちょっと、知能士の選管さんが、だから僕に対してなんかこう、ちょっと何ですか。でも全然関係は悪くないですよ。今全然関係悪くないですけど、なんか、疑うじゃないですけど、こう、なんかすごく、重箱の隅をつくような感じで、僕からするとなんか、選挙人名簿を閲覧させないようにしてるんじゃないか、みたいな感じぐらい細かい感じだったんですね。他の自治体さんと比べると、で、僕、だから、よそから来て、わけわかんないやつが選挙人名簿閲覧したりって。まあ、それはね、そういうふうに警戒するかもしれないですけれども、で、ちょっと、なんか、空気がピリついたわけですよ。一触即発じゃないですけど、実際はそんななんか、あれですけど、実際はそんなに、別になんかこう、すごい揉めたとかじゃないですけど、僕的にちょっとこう、ピリついたというか一触即発なところあったんですが、たまたまその時、隣に、千夏がいたんですよ。その時離婚したのか、離婚する前だったのかわかんないですけれども、いたんですよ。その女性が。女性がって、離婚した妻ですけども、離婚してたかどうかわかんないですけど、もう今は離婚してますけど、なんかね、だから千夏がいなかったらもうね、一触即発に、もう、千夏がいなかったら、ちょっと選挙人名簿閲覧できなかったかもしれないですね。特にね、すごいめちゃくちゃなんか、
やってくれたってわけじゃないんだけど、ちょっといることで、まあ多少ちょっとね、愛の手を入れてくれたりしたところはあるんですけども、それよりも多分そこにいてくれて、その場のエネルギーを作ってくれたと思うんですよね。その空気をね、中和させるっていうか、悪い方向行かないような感じで、だから、その人がいる存在で、干渉剤っていうかクッションになってくれてたっていう。そういうエネルギー、見えない空気、エネルギーあったと思うんですよ。俺一人だったら、ちょっと口論になった、まあ、口論に、多少口論にはなったんですけど、もっと激しい口論になったと思うんです。だけど、隣にいたから、ちょっとそれが、抑えられてたっていうのがあったと思うんですよね。そういうのは、なくないですか？そういうのは、あると思うんですよ。ね、まあ、で、この前とか、初めての経験なんですけど、ちょっと席があって、席っていうのは、会があって、なんとか会みたいな、何会とか、ちょっとお祝いする会みたいなあって、まあ、そこで、男の人ばっかりだったんですけど、女性の給仕する人が、いて、まあ、コンパニオンさんみたいな感じ。給仕する、僕、そういうとこ初めてだったんですけど、給仕する人が、どうぞ、みたいなあって、そういう人がファーって来たんです。そしたら、ちょっと華やかになったんですね。ふわって。本当に、ふわって華やかになったんですよ。何かしたわけじゃないですよ。ふわって来ただけで。すごいと思って。だからちょっとで、女性がいると例えばニヤニヤする、デレデレするみたいなあるじゃないですか。そういう経験ありますよね、男の人だったら。男だったら全然だけど、同性だったらってあれだけど、異性が来たらちょっと空気が変わるっていうか、明るくなる、華やかになるとかあるじゃないですか。そういうのがあるんですよね。見えない力っていうか、場のエネルギーっていうか。で、この前僕番組を見てて、アイドルかなんかの裏側みたいなやつで、そのアイドルの方々が、そのライブかなんかをやるっていう際に、ライブの開始時間のもう、な、7時、7時間か9時間とか、そんぐらい前から会場に入って、リハーサルするっていう、俺だったらちょっと考えられへんっていうか、そんな前からリハーサルしてどうすんのみたいな、もう、なんだったらもう、その本番前に足つってるみたいな感じで、と思ったんだけど、でも、なるほどなと思って、多分、もうそんだけこういう必死でね、真剣にやって、リハーサルして、やったら、それは場の空気というか、エネルギー温まりますよね、って僕はちょっと思いましたね。いきなり、本番10分前とかわかんない、1時間前わかんないですけど、にこう、さって入って、さって終わらすっていうのも、それはそれで粋だと思うんですけど、でも、4時間とか9時間とかわかんないですけど、その何時間も前に入って、もうしっかりその場の空気を温めるっていうか。多分その温め方っていうのは、そういう方法を使わなくてもいろんな方法で温まるとは思うんですけど、その中の一つとして、もう、そのアイドルグループ、何十人もいるアイドルグループなんです。何十人もいるアイドルグループがわーって来て、やっぱそんだけたくさん、人がいるとやっぱエネルギーなんで、人ってエネルギーの塊だと思うんですよ。その人のエネルギーの塊が、良くしようって思えば、その場の空気が良くなると思うんですよね。逆に、そのエネルギーの塊が、で、その人たちが、もうだりーよ、つって。もうめんどくせえよ、つったら、そのライブ悪くなると思うんですよね。なんとなくわかりません？みんなで良くしようと思ったら、それ良くなるじゃないですか。でも、その中に、なんちょっと恥ずかしくね？だるくね？そんなにやる必要ある？みたいな人が一人いたって言うじゃないですか。そしたら、それが二人に増えたりとか、三人、そうだよね？みたいな。ってなると思うんですよ。でもそこで怒られたりするじゃないですか。そんな人いたら。真剣じゃない人いたら、もう出てけってなるじゃないですか。で、そういう人は排除されてくる。じゃあ、頑張らなきゃっていう、そういう、
そういうので、この場をこう作っていくってあると思うんですよ。そういうのあると思うんですよね。で、僕も、そのなんかこう、政治資金パーティーとか、そういうイベント、そのオフ会みたいなのやるときに、僕も、こう、まあ、僕以上に皆様が来てお越しいただいて、いい空気を作ってくれるんですよ。楽しもうとか、なんかこう、人に対して優しくする、温かく接するとか、面白くしようとか、いい話題を作ろうとか、なんか、いい風にみんなで作ってくれるんで、まあ、楽しい時間になるんですよ、割と。なんだかわかんないですけど、特になんかね、やったとわけじゃないんですけど、だから僕もそういうところを心がけたりするんですね、空気を良くするみたいな。だから、見えないけど、そういうのってあるんですよね。念というか。いい念とか悪い念とかあると思うんですよ。だから、人間ってなんかこう、念能力なんて使えないと思うじゃないですか。実は使えるんですよ。皆さんも経験あると思う、あるとは思うんですけど、人生生きてきたら。相手を恨むとか、妬むとか、僻むとか。そういうのって、あると思うんですね。うん。逆に相手の幸せを祈るとか。だからこれ危険なんですよ。相手の幸せを祈ると自分も幸せになるんです。相手を恨むと、相手を傷つけようと思ってると、自分も傷つくんで、これはだから本当危険なんですよね。いいことにも使えるし、悪いことにも使えるんです。これどういうことかっていうと、だから楽しませようとか、この場を楽しくしようと思ったらどうなりますか？この場を楽しくしようって思ったら、自分もなんか楽しくなりますよね。今を楽しくしようとか、楽しくしようっていう、明るくしようと思ったら自分も楽しくなるし、明るくなりますよね。相手のために楽しくしようとか、この場のために楽しくしよう、明るくしようと思ったら、自分もなんだかしないけど楽しく、明るくなっていくんですよ。相手の幸せを願おうと、相手の幸せを祈ろうと思ってたら、自分もなんだかしないけど幸せになっていくんですよ。だけど、相手を、その逆やると、考えてください。この場をつまらなくさせようとか、って思ったら、自分もつまらなくなっていくんですよ。でこの場をなんか重い感じにしていこう、重い空気にしていこうと思ったら自分は重くなっていくんですよ。だから、相手を傷つけようとか、相手を恨むとか、こいつなんて死んでしまえとかなったら、自分に対して死んでしまえってやってることになるんで、ちょっとイメージすると分かりやすく言うと、分かりやすく考えてもらうと。なので、相手に飛ばした念っていうのは自分に刺さってくる。相手にいい念を飛ばしたら自分にもいい念が来るし、いい念が影響してくるし、相手に悪い念を飛ばしちゃったら自分にもその悪い念が影響してくるんですよ。こんなこと学校では教えてくれないっしょ。これテルキ塾だから言えること。だからなんかね、テルキ塾じゃなくてもね、言ってるところは当然あると思うんですけど、でもなんかオカルトだとかスピリチュアルだとか、まあそういうくくり捉えがちだけど、こう自分の生活に落とし込んで考えるとあるでしょ、念って。どう考えてもあるでしょ。だからカメハメハを使うとか、そういうのはできない。ちょっと今の段階ではできないかもしれないけど、なんか人の気配がするとかわかるでしょ。なんとなく。それがさ、1メートルなのか、5メートル先なのかわかんないけど、その、ハンターとかあるじゃないですか、こう。自分の周りに誰か来たみたいな。はっていう。そういうのはあるじゃないですか。人間も。なんか、気配を感じるとか、多少。あるんですよ。その、研ぎ澄ますと、さらに。だから、その、いい空気とか、悪い空気とか、あるので、それを人って、無意識に使ってるんですよ。だから無意識に使わずに、意識して使えたら、良くないですか、その。意識して使うと幸せにもなるし、不幸にもなるんですよ。で、先ほど、その念を、相手に対して悪い念を使ってしまうと、自分に
帰ってくる自分に影響を及ぼすって言ったじゃないですか、僕は。で、どういう影響を及ぼすかっていうと、例えば、その病気になるとか、なんか事故が起きるとか、トラブルになるとか、何をやってももうまくいかないとか、そういうふうになっていくんですよ。自分を傷つけていくから。だから病気とか、で気づくこととかもあると思うんですよ。だからなんつうんだろう。それってまあ、なんつうんだろう。わかりやすいのだったらまだわかるじゃないですか。あ、そうだ、私、なんかいつも世の中に不満言ってたなとか、あいつのこと恨んでたなとか、畜生畜生クソクソってやってたなとか、それだったら分かりやすいじゃないですか。まあ、そんだけなんかこう、イライラするっていうか、誰かに対して恨んでたりとか、世の中に対して不満言ってたら、まあ自分に対してもそれ返ってくるなっていう、今の俺の話してたら、あ、心当たりあるなとか、思うかもしれないですけど、それ隠れたやつとかあるんで、それ気をつけた方がいいのは、別に恨んでるつもりないけど、うまくいかないみたいなのもあったりするんで、それどういうことかっていうと、親とか、恋人とか、友達とか、職場だとか、そういうところで、自分を押し殺して我慢して生きてたりとかも結構危険というか、だから親にこういうふうに言われてるからとか、親の影響を受けてるっていうか、親がこういう性格だったらそれに合わせて生きないとちょっと気使っちゃってるっていうか、それはまあ恋人だったりもそうだし、職場だったりもそうだし、友達とかでもそうだし、だから相手の影響に左右されて生きちゃって、自分を逆に押し殺しちゃってるっていう、多分人ね、結構多いと思うんですよ。日本人って優しいから、優しいっていうか遠慮しがちで、相手に合わせがちだから、だから知らず知らずのうちに、相手のことを別に嫌とかはそんなに思ってないけれども、なんかこう疲れるなとか、なんかしんどいなとか、イライラするなとか、あったりすると思うんですよね。だからそれは、分離して考えないと、ちょっとやられてくっていうか、相手は相手、自分は自分で考えないと、相手に引っ張られていくんで、で、相手は相手で、その悪気はないと思うし、で自分も自分で、その、なんか知らず知らずっていうのがあると思うので、そういうのを意識しないと、意識して理解しておかないと、なんかうまくいかないなとか、だから相手がそうだなって分かったら自分でガードすることできるじゃないですか。あ、距離を置くんですよ。僕結構だから距離を置くとか、いろいろまあ、違う角度から僕は話してますけど、今回はこういう、なんか念能力とか、見えない力、見えないエネルギー、場の力っていう、その矛先っていうか角度で僕は喋ってますけども、相手とのその距離感を保って、その、自分の間合いというのを測るっていうか、この距離だったら影響を受けないなっていうの。それは、物理的な距離でもあったり、精神的な距離でもあったり、両方あるんですよ。だから、実家にいて、なんかうまくいかないなとか、なんか親と喧嘩するなって言ったら、もう引っ越して、ちょっと距離を取るとか。でもそれでも距離取っても、なんかいつも LINE とかやってたりとか、すぐいつも連絡来て、なんかこう、そういう話したりとか、そういう影響を受けちゃったりとか、あとはもう別に離れてるけど、なんかこう、心配だな、大丈夫かなとか、そういうので、ちょっと影響を受けちゃってるか。いろいろあると思うので、だから物理的距離を離さなくても、実家に住んでたとしても、そういうのが、全然、私はもう、全然、ノーみたいな。ガードかっちりきっちりやってたら、実家に住んでても、そういうの、影響を受けないとか、奪われないっていうか、私は私だから、あなたはあなただからっていう、そういう精神的な、ちゃんと距離を保てる感じであれば、
そういうのは大丈夫だと思いますし、だからそれを逆にするといいというか、逆にするっていうのは、いい方向で、その仕組みっていうか、そういうシステムとか、そういう原理というか、そういう考え方とか、そういう見方もできるよねっていうのを理解して、意識して、あ、じゃあそれをどういうふうに、いいふうに使おうかって思うようになると、いいふうにも使えるじゃないですか。で、これって、まあ、大事なことなんですけれども、相手を変えることって結構難しいんですよね。相手を変えることもできなくはないんですよ。だからその親とか、まあ、恋人でも、職場でも、友達も親友でもいいんですけれども、相手の影響を受けて相手を操作するとか、相手に影響を与えるっていうことができなくはないんですけれども、基本的には、だから、相手がそうしやすい相手だったらそうできるんですけども、必ずしもそうじゃないで、相手を変えるっていうよりもかは、自分が変わっていくっていう方向にした方がいいかなと、まず。相手がだから自分より弱いっていうか、自分の影響を受けやすい人だったら、結構ね、どうとでも何とでもできちゃったりするんですよ。で、相手がそれを、ウェルカムと取れば、お互い、ウィンウィンな感じになるし、相手が嫌だなと思えば嫌な、ってこう支配の関係になるし、相手が一見いいなと思ってても、実は嫌だなって思ってたら、それも、ちょっと悪い関係になるんで、絶対いいとか悪いとかも言えないんですけれども、少なくとも、そういう、場の力、場のエネルギーみたいな、見えない何かが働いてるっていうのを意識すると、いいのかなって思います。本当、だから、絶対こういう皆さん経験あると思う。なんか、ピリついた空気だなとか、試験勉強とか、するときもう、みんなこう、ピリついてたりするじゃないですか。で、テストとかみんな緊張してたりするじゃないですか。逆になんかこう、遊びの時間だとみんなリラックスして、わーとかうるさかったりするじゃないですか。それで、だから見えない場のエネルギーが働いてるんですよ。そんなね、計算式とか教わらないじゃないですか、学校で。そういう計算式というか、まあそういうの、そういう見えないのってありますよね、とか。例えばそれは本当ご先祖様だとか、神社に参拝しに行くとか、お仏壇に手を合わせるとか、そう宗教的なこと、精神的なことも、敗戦後の日本とかだとあんまり教わらないじゃないですか。でもなんかかろうじて社会のその風習というかでそんな残ってるけれども、みんなこうお正月に神社行こうとか、お正月じゃなくても、なんか、ふとした時に、まあ神社行こうとか、神社行ってこう、手を合わすとか、してるでしょ、皆さん。で、なんかまあ、パワースポットとかで行くでしょ、皆さん。自分を変えたいなって。なんか自分を変えたいなって思って、神社行くじゃないですか。神社とか、パワースポット行くでしょ。普通に考えてありえないじゃないですか。だって。そんな神社行って、パワースポット行って、変わるって、普通に考えてありえないじゃないですか。あ、でも、あるんでしょうね。そういう考え、遺伝子というか、エネルギーとか、そうしたらそうなるみたいな。そういうことなんですよ。でも、それも考えもので、みんながみんなパワースポット行って、良くなりたい、良くなりたいみたいな、その悪い念みたいなので、そのパワースポットが逆に汚れるみたいなのあるんですよね。それ感じたことないですか？なんかすごい有名なパワースポット行ったんですけど、神社。そこどこ、名前忘れちゃったんですけど、まあ、言わないですけど、なんかね、もうね、なんか念がすごいんですよ、もうそういう人たちが。わーって来て、もう人がいっぱいいて。あ、これちょっと違うなって、こう逆にやられるみたいな、僕は感じたりするんですけど、そういうのあるじゃないですか。だから、神社にお参りに行く際も、もう、わかる人はもう、当たり前に分かってますけど、これ、神社とか、そのパーツ、お願いしに行くわけじゃないですかね。感謝を述べる場なんで、だからそういうパワースポット行く人たちは、まず、
彼氏が欲しいとか、お金くださいみたいな。何々し、お願いしますみたいな。多分ね、頼み事してる人って結構多いと思うんです。でも、昨今のね、パワースポットブーム、スピリチュアルブームで、まあ、神社に参拝するときは、まあ、感謝を、日頃の感謝を述べましょうと。自分の名前を名乗って、住んでるところを名乗って、日頃の感謝を、伝えましょうと。で、お願い事はしないんですよ。お願い事は。お願い事し、だでも知らない人はやっぱこう、神社とか行ってお願いしに行ってる人とか、だかそういう、だ正直だって、そんな彼女欲しい、彼氏欲しいとかでみんな神社行って、そんなお願いしますって言ったら、それは場の空気悪くなるじゃないですか。イエーイみたいにならないじゃないですか。しかも、それまでね、それまでその、背負ってきてるもんもあるわけじゃないですか。何背負ってるかっていうと、だから失恋したりして、大体別れる時ってあんまりいい思いじゃないじゃないですか。悪いから別れるわけですよね。だから僕はなるべく円満で別れるようにしてますけど、それでもこう、やっぱこう、まあ、うん、あるかもしれないし、通常円満じゃなかったら相手に浮気されたとか、DV 受けたとか、そういう悪い念が背負ったまま、また次の彼氏欲しいと、何年も、しかも何年ももう彼氏できてないんです。ちょっと、なんでですか？お願いします。みたいな、そういうお願いをしに来てる人たちが、たくさんいて、たくさん並んでたら、その場の空気って悪くなるじゃないですか、当然。ちょっとこう、うわーって、もっさーみたいな感じになると思うんですよね。うん。だから逆に、うん、ちょっとこう、悪い気をもらって帰るみたいなのもあると思うんで、気をつけた方がいいですよ。だから、逆にそういう、まあ、自分の心を軽くというか、相手の幸せを願うとか、そうすると、自分もこう、幸せになっていくっていうのがあると思うので、だからそういうふうに考えるといいかなって。そっちの方が分かりやすいでしょ。自分に置き換えて。うん。イライラしたら相手にもイライラするっていう、そういうの経験ありますよね。自分がイライラしたらなんか場の空気がピリついたから、ああ、ちょっとやめればよかったなとか。逆もある人は、相手がイライラしてきたから自分もなんかイライラしてきた。相手が喧嘩腰だから自分もなんか喧嘩腰になったとか。あるでしょ、そういうの。そういうのあるんですよ。だから相手がなんか幸せな感じで来てくれた。多分ハッピーな感じで来てくれたらこっちもハッピーで返せるしっていう。だから逆に言うと自分がハッピーな感じ、幸せな感じで周囲に振りまいてたら、周りも幸せになるし、それがまた自分に返ってくるし、っていう風な経験ありますよね。そういう風に考えると場の力とか場のエネルギーとかその見えない何かあるんだなって感じることできるじゃないですか。普通になんか宗教って僕はいいことだと思うんですけど、宗教とかで、あなたにはこう悪い念がついてます、これをお祓いしないととか、これをお祓いするためには何百万何千万必要ですみたいな、そんな風なイメージでいるとなんかうさんくさいみたいな、みたいな思うかもしれないですけども、自分の日常生活とかで、よくよく考えたら、なんかわかんないけど空気がいいとか悪いとか、なんか知んないけど、いいとか悪いとか、その、イライラするとか、幸せだなとか、楽しいなとか、そういう、自分の身近に捉えて、身近に考えて、考えると、感じると、ああ、なんか腑に落ちるみたいなのあると思うんですよ。だから僕はそういうような今話し方をしていますんで、なんかまあこれで、まあ僕話しても何言ってるかって何だこれみたいな人もいるかもしれないし、時間の無駄だ返せみたいな人もいるかもしれないですけども、まあ、少しでもね、あ、ちょっとそうかもしれないとか、あ、じゃあ自分もいい風に考えようとか、だから僕祈りって大事だと思うんです。だから祈りって無駄じゃないと思うんですよね。うん。だから相手のために祈る、幸せを祈る。だからあんまりね、思いを祈っちゃうと、その思いの重すぎるのが、うわーっていっちゃうと思うんですけど、軽くね、軽いっていうか、軽いっていう表現も変ですけど、こう、あんまりその、なんか邪念みたいななし、あ、幸せになってほしいなとか、今日も一日、良ければいいなとか、みんなが、今日出会う人たちみんなハッピーだったらいいなとか、そういう、ふわっとした感じでいいと思うんですよね。
あいつは相手の幸せになれ、幸せになれ、幸せになれ、みたいな、逆にちょっと思いってわ、悪いのが発生しちゃう可能性もあるんで、ふわってした感じの方がいいと思うんですよ、なんとなく。逆に、その、ね、恨みというか、畜生で、恨まなかったとしても、あいつくと、なんだ、みたいな、恨まなかったとしても、なんか、ふとなんか考えたときに、ああ、もうあれ嫌だったな、腹立つな、みたいな。あの時こうだったな、とか。とかは、もう相手に言っちゃうから、その念っていうのが。少なからず。その多分ね、飛ばし方とかもあると思うんですよね。いい念の飛ばし方、悪い念の飛ばし方っていうのあると思うんですよ。僕は知らないけど、知らなくても飛んでますから、多少。何パーセントか必ず言ってるんで、あんま思わない方がいいんですよ。思わない方が、そういうふうに。思うなら、いい方向に、軽い感じで、ふわっとした感じで、じゃないと、悪いのが飛んじゃう。だっていうかね、まあ、呪術廻戦とかありますけど、漫画。やっぱね、呪いっていうか、悪い念っていうかは、飛びやすいと思うんですね。どちらかというと、いいのより、悪い方が飛びやすいんです。僕結構だからツイッターとか、今ね、死にたいっていうのを検索して、死にたい人に対して、大丈夫ですか？みたいな。生きててくれてありがとうございます。大好きです。愛してます。っていうつぶやきを毎日一回はしようと思ってるんですよ。それなんでかっていうと、世の中を、愛のある世界にしたいから。世の中をハッピーにしたいから。だから言霊が、いい言霊が増えれば、それだけ、世界がいい風になっていくんですよ。悪い言霊が増えたら世界悪くなっていくって僕は思ってるんですよ。だそれはまあこういう現実世界でもそうだし、二次元のツイッターのネット上の世界でも死にたいとか、死ねとか殺すとかそういう言霊よりも、大好きとか愛してるとかありがとうとか感謝とか、そういった言霊を増やしたいんですよ。だから、最近は本当に、やっぱ恥ずかしいですよ。大好きですとか愛してますとか。大好きだよと、大好きです、愛してますとか言うの恥ずかしいじゃん。だって、根拠もないし。まだありがとうございますとかいいけど、通常でも大好きとか愛してるって言いにくいじゃないですか。だって日本人とかに恥ずかしいとかあると思うんですけど、でもそんなもん関係ないと。とにかくいい言霊を増やしたいんですよ、僕。だから愛してますとか、愛してる、まあ愛して、お前ら愛してるぜとかもそうですけども、今はもっとこう、素直に愛してますとか、愛して、っていうふうに言いますよ。だから、前はだから、ちょっとこう、お前ら愛してるぜ、みたいな感じの、ちょっと照れじゃないですけども、ちょっとこう、ひねくれたじゃないですけど、こう、ちょっとこう、みたいな、お前ら愛してるぜ、みたいな感じのが今、皆様愛してますまで、柔らかくはなりました。どっちも使えますけど、だから、僕は、少しでもね、ただやり、あの、その、愛、いい方向に向かってほしいんで、そういう言霊を使ってるんですよ。もうとにかく。根拠なんですかって。私のこと、僕のこと、大好きな根拠、愛してる根拠なんですかとか、の前に、愛してますと。大好きですと。だって、川でさ、おばあちゃんとか子供が、川でおばあちゃんちょっとやばいな。川で、子供が溺れてたら助けをするでしょ。根拠とかなし。あなた、私の身内ですかとか。身内じゃ、そんなに関係が浅いのになんで助けようとしてくれてるんですかって言わないでしょ。もうとにかく、溺れてる子供がいたら、困ってるおばあちゃんがいたら、助けようとするでしょ。助けられんならったら。それと一緒じゃないですか。悪い言霊吐いてたら、とにかくいい言霊で上書きするっていうイメージ、とにかく。そこに、なんであなた他人ですよねって。自分と関係ないじゃないですか。どういう、縁はないじゃないですかとか。の前に助けるでしょ。そういう感じ。で、そもそも、もっと言うと、僕は最近本当に、生命皆兄弟、生命皆兄弟家族って言ってますけど、人類だけじゃないですか。まあ本当物とか、こういう物とか、お野菜とか、ね、こう、ワンちゃん、猫ちゃんとか、もうすべてもう兄弟、家族なんですよ。コガネムシとか、カエルだとか、アリさんとか、石ころとか、みんな兄弟家族なんですよ。他人じゃないんですよ。だから、みんな自然を大切にしようとしてるんですよ。わかります？兄弟だからですよ。兄弟、家族だから自然を大切にしようとみんなしてるんですよ。まあ、大切にしない人もいますけど、でも、子供とか家族の間でも大切にしない人いますよね。うるせえバカ野郎とか。
チェンみたいな、反抗期じゃないですけど、そういう時、あれじゃないですか。家族間でもあるじゃないですか。でも、その自然とかでも大切にしようとしてる人もいるじゃないですか。そういうね、生命。まあ、動物ったら指定ですけど、植物は指定ですけど、僕も動物ですよ。同じ動くもの動物です。だから、あえて言わせていただきます。動物も植物も大切にする人いるじゃないですか。自然と。なんでって、それ家族だからですよ。兄弟だから大切にするんですよ。うん。わかります？だから家族なんですよ、みんな。兄弟なんですよ。だからツイッターとかで呟いてね、死にたいって言ってる人、ね、なんでね、私、僕なんて、そんなこと言われたくないですよ。なんでそんな、こと言うんだよ、バカ野郎みたいなこと言われ、まだ今のところ言われたくないですけど、その言われたとしても、家族やだから、兄弟やからとかって。それも言われたことないですけど、それを言って伝わるかどうかわかんないですよ。ここまで話したから、ね、あれで、ちょっとそう理解できるかもしれないけど、なんで、他人じゃないですか、なんで兄弟なんですか、家族なんですかって、理解されないかもしれないですけど、そういうことなんですよ。みんな友達、仲間、兄弟、家族なんですよ。どこまでいけるかはわからないですけども、うん、家族なんです。ファミリーなんですよ。この地球上すべてファミリーなんですよ。宇宙すべてファミリーなんですよ。言ってしまうと。うん、そう。なので、戦争とかで殺し合いしたらあかんやんっていう感じじゃないですか。もう単純明快。家族で殺し合いしたらあかんやんって。まあ、ね、日本でもね、まあ家族でね、殺し合いとかね、まあ、天皇陛下もそうだし、武家とか貴族の方でもね、殺し合いとかしてましたし、だからね、まあ、良くないっていうか、まあ、そういうことあるんでね、なんとも言えないんですけども、だから、家族間でも喧嘩するし、殺し合いもするし、で国家間でも喧嘩というか、殺し合いする、戦争するわけじゃないですか。まあ、本来、みんなファミリーなんだから、仲良くしようぜって話。だから、ね、お肉とか食べてるじゃないですか。豚さん、牛さん、馬さん、鳥さん。で家族の肉食べますかって話。人の肉食べますかって。それと一緒なんですよ。別にだから僕は、食べてますよ。お肉も出されたら食べますし、でも食べないこともできるし、まあ、食べたいなって思ったりもするし、で、ある程度は食べないといけないと思うんですね。なんでかっていうと、間引きしとかないと、間引きしていかないと、その、食物連鎖で生態系が崩れていくんで、ある程度は僕は、仕方ないと思います。いただくことが、その、エコというか、SDGs でもあると思うので、ある程度は仕方ないと思うんですけど、その人間のために、わざわざその大量生産、大量消費して、ブロイラーみたいな感じで、ただ産んで、ただ生まれて、殺されて、生まれて殺されてとか、例えば毛皮とか、をね、取るために、作って、育てて、殺して、ポイって捨てるみたいな。まあ、日本人は、捕鯨とかね、やってましたけど、そのクジラをね、本当に余すとこなく、もう全て使って、いただく。ありがとうございますと感謝していただいてるにもかかわらず、その、西洋人、日本に開国迫った時、捕鯨でね、しに来ましたけど、彼らは、本当に油、燃料を、クジラから燃料を取っても、ポイ全部捨てちゃう。そんな人たちにちょっとよく言われたくないわ、みたいな。よくおっしゃいますな、と。シーシェパード的なのありますけど、現代で。で、だからクジラをもしね、やるんであれば、もう全部いただく。しかもクジラをいただくことで、多くの魚の命が救われるんで、そういう、やらざるを得ない部分もあるんですよ。だから逆にクジラをそういう、いただかないと、もう生態壊れちゃうわけですよ。わかります？しかも、そういう日本人に対して文句言ってくれる、僕たちっていうか日本人は、そういう生態系を守るために間引きしてますけれども、そこに対して文句言ってくれる人たちは何をやってるかっていうと、ハンバーガーとか食べてるわけですよ。お肉食べて、それをもう殺して、よく言えるなって思いませんか？開いた口が塞がらないって僕は本当に思ってるんですけど、しかも、それをね、やめさせるためにね、なんか船で突撃して体当たりしてね、攻撃的なことをする。野蛮すぎないですか？本当に。うん。仲良くなろうぜっていう話じゃないですか。だから、なんでそういうね、そういう捕鯨っていうか、そういうお肉をいただいてるかって、日本人が。そういう理由があるからですよ。その、生態系全部のことを考えてやってるにもかかわらず、彼らは
自分たちの欲望のために、たくさん、大量生産して、もう機械的に作って機械的に殺して、ハンバーガー、ハンバーガーばっかり言っても申し訳ないですよね。ステーキだとか食べて、筋肉もりもりみたいなのわかんないです。別にそんな食べなくても、精進できるわけですよ。だからそこに、そのために武道があるわけじゃないですか。肉体だけその強化するんじゃなくて精神も、その道ですよね。武の道を極めることで強くなれるわけじゃないですか。だから日本人強かったんですよ。武士、武道。でもそれが、戦争で負けてそういうのももう、いや、ノーって言われる。捨てろみたいな感じで、お前たちはダメな民族だみたいな感じで、そんなやっとるからダメ、負けるんじゃと。肉食えと。小麦食えと。魚なんて食っとるからダメなんじゃと。そういうなんかもうめちゃくちゃなことを言い出しても押し付けられて、あ、そうなんですかみたいな、チョコレートもらってありがとうございますみたいな。で僕はちょっとひねくれとこあんで、うんっていう、だからそういうので僕は今まで活動させてきていただいてるんですけども、ちょっとね話がね、ちょっとすごい飛躍、結構ね飛んでてきちゃってるんで、まあ、そういうところからなんですよ。道を極める大事ですよね。だからその道があるんですよ、そういう。見えない道もあると思うんですよね、うん。ちょっと一旦整理したいんで、ちょっと一旦止めます。ちょっと、話がちょっと、すごいところまで行っちゃってるんで、一旦ちょっと戻るために、考えたいんですけど、停止しないとちょっと時間がかかっちゃうんで、ちょっと一旦止めます。はい、少し考えました。なんでこの話になったかっていうと、ファミリーだ。みんなファミリーだ。戦争やめようぜとか、仲良くしようぜっていう話にもなったのは、まあそれ当然ですよ。でも当然でしょ。もう仲良くしようっていう話。戦争せずに、そして地球環境を破壊せずに。だって、動物も植物、俺も動物だし、動物の植物ファミリーなんだから、地球ファミリーなんだから、そんなね、なんか、地球を破壊するような活動しやめようぜって。戦争も含めて。地球環境、自然を大事にしようぜっていう話なんですよ。ちょっとそこまで行っちゃったんですよ。で、なんでそこまで行っちゃったかっていうと、まあ、死にたいとか言ってる人、呟いてる人に、なんでお前と関係ないのにそんなこと言ってるのか。いやいやいや、俺たちは関係ないことないんだよ。同じ人だろ。同じ生命だろ。同じ生命なんだから、ファミリーなんだよと。だから気遣って当たり前じゃんかと。だから大好きだよ。愛してるよって言えるんですっていうので、そっちまで進んじゃったんです。すいません。戻ってきました。ここまで。ここまで戻ってきました。もっとね、ぐだ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 言いたいんですけども、うん。大事なことだから。なんで大事なことを何回も言うかっていう、テストでよく言うでしょ、先生がこう大事なことを何回も言うやつはテスト出るんですよ。これ大事なところなんですよ。大事なところから何回も何回も言う。大事なことを何回も何回も言ってもいいんですよ。だから大好きだったら大好き、大好き、大好き、大好きって何回も言ってもいいです。愛してるんだったら愛してる、愛してる、愛してる、何回も言ってもいいんです。一回だけじゃなくていいんですよ。何回も言っていいんです。何回も言えば、あ、そうなんだ、ここ大事なんだ、あ、愛してるんだ、大好きなんて分かるじゃないですか。何回も言ってるんですよ。何回もうだ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 って言ってるんですよ。うだうだっていい表現じゃないかもしれないですけど、いいんです。何回も。何回も言ってもいいです。はい。本当は。でも、ちょっと、ね、時間、ちょっと長いよって思う人もいると思うんで、ちょっとここはね、一旦戻らせていただきました。だから死にたいとか、そういうことを言ってる人と、呟いてる人がいるんで、僕は愛をね、大好きだよって言うようにしてるんです。で、まあね、一日一人ぐらい。で、なんでそういうことしてるかっていうと、まず2点、なんで1日1人ぐらいなのか、なんで大好き愛してるかっていうと、上書きしたいから大好き愛してるって、上書きしたいんですよ。死にたい、死にたい、死にたいってめちゃくちゃつぶやいてるんですよ。だから本来、だから愛してるとか大好きもっと言わなきゃいけない。だから最近は、今日も幸せだな、大好きで愛してるよってちょっと言ってるようにしてるんですよ。だからそれなんでかって、多分僕が感じたんだと思うんですよ。僕はだから死にたいっていう人に、わざわざ触れに行ってるんですよ。わざわざって表現あれですけど、すいません、申し訳ないですけど、死にたいっていう、その死にたいエネルギーのところに僕はそこへ、突撃しに行ってるんですよ。突撃っていうか、手を差し伸べに行ってるんですよ。ってなると僕も死にたいっていうふうに触れちゃうんですよ。自分も死にたいっていうのにぶつかってきちゃう。自分、死にたいっていう念に手づかみしに行ってるんですよ。そうすると感染するんですよ、僕も。伝播するっていうか、死にたいのが。だからそれやりすぎると僕も死にたくなっちゃうんですよ、多分。うん。だからもう一日一人ぐらい。じゃないと僕はやられちゃう。僕専門家でもないですし、
まあ、できる、自分ができるのはそのぐらい。いや、本当だったらもっとできるとは思うんですけれども、自分の生活もあるし、一応、まあね、セーフティーにやって、まあ、一日一人ぐらいだったら大丈夫だろうと。のがあって一人なんですよね。まあ、二人でも三人でもいけるかもしれないですけど、10人ぐらいいけるかもしれないですけど、ちょっとだから、セーフティーに。なるべくこう、細く長くでも長く継続したいんで、あんまり頑張りすぎて、あ、ちょっと、食らっちゃうと、自分もやばくなると思うんで、だから、まあ、人数制限してるんですけれども、まず、一日一人ぐらいだったら、さらに、だから自分の多分ね、防衛本能かなんか、自分が感じたんでしょうね。いや、このままやってたら、自分も食らい続けると思ったんで、大好きです、愛してますとか、生きててくれてありがとうございますっていう、いい言霊を発するようにしたんですよね。発するっていうか、その人に伝えようって。気持ちわかります。自分も死にたいですだけだと、自分も死んでくなっちゃうんです、これ。本当にマジで。でも一人ぐらいならまだ平気かもしれないけど、一人でも、それを上書きするために、その愛とか大好きとか言ってるようにしたんだと思います。なんとなく。誰かに教わったわけじゃなくて、自分の感覚で。で、さらに、まあ、今日も、おはようございます。今日も幸せだな、みたいな、皆さん、みんな好きだよ、大好きだよ、愛してるっていうのを言うようにしたんです。そうしないと多分、俺が死んじゃうから。俺が悪い念を受けちゃうから。だから、まず悪い念を受けないようにガードしつつ、いい念をこう撒き散らすっていう感じ、イメージしていただけたら、そういうことをやってるんですよ。で、傍から見たら、あいつ何やってんだみたいな、ポカンっていう人もいると思うんですけど、そういう作業を僕はしてるんですよ。なんとなく、今、整理しながら喋ってるんで、あ、自分でも、あ、そうだったんだって思いながら気づかされているんですけど、多分僕はそういうことでやってるんですよ。少しずつ変わっていったんですよ。死にたいをただ探してたんだけど、探して、自分も気持ちわかりますって言って、気持ちが、その感情移入しちゃってちゃうから、これは危険だと思う。どんどんこう、手を掴みに行ったら、自分、その手からどんどんこう、悪い念がこう、自分に浸透してきちゃうから、それをこう阻止するために、まずその距離、その精神的なそのガードしつつ、そのプラスの、ポジティブな念をまとって、そのポジティブな念を吐くようにして、中和させていく。ポジティブな念で中和させて、相手をこう幸せにしていく方、イメージ、そういう方向で僕は今やってるんですよ。で、ツイッターも、まあ、死のことも書いてますよ。死とか捨て身とか。そういった、一見ね、そういうネガティブな感じかもしれないけど、僕はポジティブに放ってるんですけど、それプラス、感謝だとか、愛だとか、そういった、いい、言霊を出すようにしてるんだと思います。それは、見えない力があるからです。働いてるからだと思うんですね。で、それをやるときに、まあ、照れとか恥ずかしいとか、あると思うんですよ。急にね、で、愛してるぜとか、俺、まあ、愛してるってもう言って、もう前から言ってるからあれだけど、愛してますってさ、言われないでしょ、だって。大好きだよとか、好きだよとか、言われないでしょ。そういうの言われないのに、嫌なこと、ふざけんなよとか、うぜえよとか、うざいとか、まあ、時に死ねだとか、悪い言霊。嫌な言霊は、みんな結構吐くし、みんな結構受けてるんですよ。そういうのを吐きかけられてるんですよ。その代わり、いい言霊ってなかなか吐いてないし、吐きかけられてないんですよ。だから僕は、そんなもん、理由なんて考えずに、いい言霊、感謝だとか、ありがとうとか、愛してるとか好きだよっていうのは、もう、たくさん、本当に、もう湯水のように、もう温泉がもうブワ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 って出てくるように、もう綺麗な水が、泉がブワブワって出てくるように、そんなイメージでもう綺麗な言霊で、その汚れた水をこう浄化させていきたい。そういうイメージで僕はやってるんですね。いいことってたくさんあっても悪くないじゃないですか。だから血夏とかね、なんかあんまり好きとか愛してるとか、そのたくさん言われると薄まるって言ってたんですけど、大事さがなくなるって。愛とか好きっていうのはもう、たまにしか言わないからいいんだっていう考え方だったんですよ。千夏の場合は。だから、普段は別にそんなんっていう。僕はそれが、まあそういう違いもあって、まあ、
離婚の原因の一つもかもしれないですけど、僕はだからたくさん好きとか愛してるとはもうめちゃくちゃ言うタイプ。別にそれは根拠もなくって言ったら失礼ですけど、なんて言うんだろう。いやもう、この人は本当に愛してる、大好きだって思えないと言えないって、これ差別じゃないですか。差別。だって、その人以外は大好きじゃない、愛してないってことになるじゃないですか。で、僕、人類じゃなくて、生命皆兄弟、家族って言ったじゃないですか。ということは、みんな大好きじゃなかったら、おかしいでしょ、本来。みんな愛してなかったらおかしいですよ、ファミリーなんだから。いや、うちのね、家族は喧嘩してるっていう。まあ、だから、そういう時もあると思いますけど、仲悪いとか戦争する時とあるかもしれないですけど、基本的にはファミリーなんだから、みんな仲良くしようっていう考え方なんです。博愛主義というか。だから、みんなもう大好き。みんな好き。みんな愛してる。当たり前なんですよ。だけど、この人はもう本当に、もう、大好きだから。この人はこうこうで、私を幸せにしてくれるから。私のことをすごく思ってくれるから、この人は愛してるって言おう。この人は大好きって言おうって、その差別、区別しちゃうと、他の人はもう、違うってなっちゃうんですか。逆言うと、嫌いってなっちゃうじゃないですか。極端に言うと。この人だけは大好き。この人だけは愛を伝える。それ以外はしないってことは、それ以外は嫌い、愛じゃない、無って、どうでもいいってなっちゃうんです。だから僕はみんなに言ってるんですよ。誰彼構わず大好き、愛してるっていうのを言ってるんですよ。もちろん僕も人間なんで、例えば千夏とそれ以外の女性、もう離婚しちゃったからあれですけども、婚約者、婚約者っていうか、なんですか、嫁さん、パートナーとそれ以外の人の大好き、愛してるとはまた違うとは思うんですけども、基本的には僕はみんなに対して言う。ファミリーだから。で、その差別、一応区別しないと、それはね、不満、パートナー、私結婚してるのになんでみんなと一緒なんだよってなるっていう心も理解してるから、それ差はあると思うんですけども、差はつけざるを得ないですけど、本来はもうみんな愛してる、大好き。みんな愛してる、大好き。そういう精神で僕はお前ら愛してるぜっていうふうにやってたわけですから。で、今もう離婚して、もう独り身になったんで、言いやすくなった。大好き、愛してるって。結婚して、その付き合ってたら、こういうこと言ってたら、多分、千夏も嫉妬しちゃったりとか、よく思わないと思うんですよ。だから僕はもう控えてたんですけども、今もう離婚して本当に一人なんで、で、まあ、千夏さんはもうね、ご自分の生活というか、ご自分のなんか、道は進まれてるんで、いや、ようやく、僕のことはもういらないと。私は私の道で生きるっていう感じになったと思うので、じゃあ、私はっていうことで、皆さんは愛してますっていうことが、まあ、全然言えるようになったんで、だから僕はもう本当、分け隔てなく、まあ、大好き、愛してると言っていかなきゃいけないなと。救世主なんで、救世主って言って、俺様、神様、照き様って言って、救世主って言って革命家言ってるわけですから、そういうふうに世の中を明るくしていかなきゃいけないと。本当に、まあ、いけないっていうわけじゃないですけども、そういうふうにしていこうと思ってます。僕の生きてる限り。僕はだから今はね、そういうことができる状態なんで、できる状態なのにやらないことはもう罪だと思ってるんで、だから今までは、だから、俺結婚してるからすいません、ちょっとできないんです、みたいな言い訳できたわけでしょ。でも今もう言い訳できないんですよ。だからもう体張らないと。今、だから本当昔、その時は結婚してたんで、ちょっとすいません、ちょっと妻がいるんでっていう言い訳できたけど、もうできないから。だからもう捨て身で突っ込む。捨て身で愛を届ける。捨て身でもう大好きを届ける。この世界全体、この宇宙全体に。そういうつもりでやってるんです。なので、その死にたいとか言ってる人がいたら、もうできるだけね、大好き、愛してる届けたいと。まあ僕もね、死にたいとは思いますよ、正直。ほんとね、もうしんどい、もう。しんどいっていうのはありますけど、どうせ死ぬぐらいだったら、最後にもう愛を抱えて、もう特攻していく。愛を抱えた特攻隊、突撃していく。片道切符。ただ、まあ、現代社会は、片道切符で突撃しても、なんか生きてること多いです。毎回片道切符でね、もう突撃しに行ってるんですけど、生還してきています。
別に舐めてるわけでもないし、ね、どうせだ、そうだろうみたいなふうに思ってもないですけども、そういうチャレンジしやすい社会なんで、本当にだから皆様も、だからね、本当死にたい苦しいって思ってる人がいたら、チャレンジしてほしいなと思います。愛ある世界にしていく、ように生きれば、自分も愛ある人間になれるんですよね。だから死にたいとか思うっていうことは、世の中に対して不満、誰かに対して不満があると、じゃあ自分もこんな世界もう死にたいってなると思うんですよね。だから、愛を届けたい、光のある世界、温かい、優しく、明るい世界にしていきたいと思うと、自分もそういうふうになっていくっていうふうになると僕は思っているので、まあ、少しでもね、そういう尽力できたらなと思ってるんです。そういうこと知ってる人にあんまりないでしょ？特に政治家で。で、そういうステージ、なんかステージっていうか、まあ、お金儲けしてる人とかっていうのは、お金して、儲けしてる人同士で集まるんですよ。だその人生うまくいってますみたいな人だ、人生うまくしてる人同士で集まるんですよ。だから、いつまで経っても人生うまくいってない人、お金持ってない人とか、まあ、お金持ってる、持ってないで人生うまくいかないじゃ全然関係ないと僕は思ってますけど、そういう人生うまくいってない人、不幸だなって思ってる人はいつも取り残されてるんですよ。で、そこに救いの手を差し伸べる人ってあんまりいないんですよ。だからそういう、だからステージが違うんですよ。だから僕らが、もしそのステージ行くんだったら僕らが、そっちの方に、登っていかなきゃいけない。本来。本来っていうか、本来違いますよ。本来はみんなで助け合うんですけど、今の現状は、そういう不幸だなって思ってる人は不幸だなって思ってる人たち同士で集まっちゃうんですね。そうじゃなくて、本来であれば、そういう、僕は幸せなんですよ。だから、その幸せだって思ってる人は幸せって思ってる人たちだけ同士で付き合うのもいいんだけど、不幸だなって思ってる人たち、もしくは予備軍みたいな、もう少しで幸せになりそうとか、いろいろ言うと思うんですけど、そういう人たちをこう、幸せな方向に、こんな感じにやったら幸せに生きれるよ。こんなやってかったらハッピーだよ。みたいな感じで、こう、一緒にファってこう上がっていきたいっていうのはあるんですよ。無料でできれば。ただで。もしくは安価で。安いお金で。そういうことやってる人はあんまりいない。結構そういうのはお金取ったりするんですよ。そういうなんか、セミナーとか何でもそうですけど。でもまあ、その人から、たちからしたら、だって、そうしない、そういうふうに選別しないと、先ほども最初に言ってますけど、場の空気悪くなるんですよ。みんな幸せだなとか、ハッピーだな、イエーイみたいな人たちの中に、いやもう、ちょっと苦しいです、死にますとか、いやこんなところ全然嘘だよ、あいつら言ってんのはなんかオカルトだよ、みたいなことを言い出したら、場の悪い空気が感染し始めるんですよね。まあ、一人ぐらいだったら逆にいい風に、ね、こう、いい風な感じもすると思うんですけど、だからその間口をこう、キュッと締めるためにお金が高いとか、ちょっとこう、敷居を高くしちゃってるところあるんですよね。だから、現状だとそこに自分で行かなきゃいけない。だから、すごい格差があるんですよね、その。だからすごい隔たりがあるんで、自分は、割と、まあ、ただとか無料とか安いとか好きなんですよ。だそういう人たちってそっちに行けないんですよね。僕はでもお金払ったりする人間なんですよ。選挙の供託金とか300万とか払ってまで世直ししようと思ってる人間ですから、世のため、人のため、恩返しのために、その大金払うような人間ですから、その自分の自己成長や世の中のお役に立てることであれば、お金払うっていう感覚が全然あるんですよ。別になんか自分の買いたい服とかも別に特にないし、化粧品も別に買う必要もないし、お金使うこと、選挙ぐらいしかないんですよ。服だってずっと同じもの着てるし、これ命宿ってますから。なるべく長生きさせてあげたいっていうのはありますんで、でもお金使うことないんですよ。お金使うことないんで、だからまあそういうのを使ったりもする自己成長とか、自分が世間様にお役に立てることのためにお金を使うっていうのことばっかしてるんですよね。選挙もそうですけど。だから、自分のね、そういうのお金使わないとか、なんかこう、普段の消費のためにしか使わないとか、もしくはお金を稼げてないとか、わかんないですけど、とにかく、不幸だなって感じてる人、お金持ってても不幸だなって思う人もいるでしょうし、
で、そういう人たちに、その何かの気づきというか、だからテルキ塾やってますけれども、テルキ塾、テルキ教っていうのをやってますけれども、だから、ただでこういう話聞けるって、まあ普通ありえない。自分で言うのもなんですけど、ありえないんですけれども、そういうのもなるべく、敷居低くやって、敷居低くして、その人たちを幸せに上に上げてきた、上に上げてきたっておこがましいですけど、そういうふうにして、そういう人たちがたくさん増えたら、みんなハッピーじゃないですか。みんなが幸せだなとか、誰かと比較するとかじゃなくて、お金がこんだけあるとかないとか、考えずに、あ、自分は幸せだな、天上帝院が唯我独尊じゃないですけど、自分はただ一人の自分なんですよ。誰かと比較して幸せとかじゃなくて、自分は幸せだと思うから幸せなんですよ。なので、そういう人たちが自分の生きる道、自分はこういうふうに生きるんだっていうのを設定して、自分はこれがやってる時、自分は幸せだとか、他の人は別になんか、いろんなことやっていこうとありますけど、僕は私はこれがやってること幸せで、それができて、それで今生きてきてるんだから幸せだなって、まあそれでいいと思うんですよね。そういう人たちが、これが増える。それが本当の多様性だと思うんですよね。いろんな人たちがいて、いろんなことを支えていく。それが本当の多様性。みんながこうサラリーマンやって、そこから外れた人は不幸せだってなっちゃうと、もう、いびつな形になっちゃうと思うんですよ。ジグソーパズルみたいな形で、みんな、型が違うんですよ。だから、最後はきっちり埋まるんですよ。でも、同じ型しかなかったら、もう、ジグソーパズル完成しないでしょ。それが今、異常な社会になってるんですよ。完成しないのに、みんな同じになれみたいな。みんなサラリーマンになれ、みんな正社員になれ、公務員が安心だとか。別に僕見たら、僕何やってるのかよくわかんないですよ。後藤輝樹なんですよ、職業。何やってるかよくわかんないんですよ。自分でもよくわからんし。一応、まあ、デザイン印刷業って言ってますけど、なんか、ネットで調べたら、YouTuber だとか書かれてたりとか、音楽家とか書かれてたりとか、もう全然俺そんなの自分で習ったことないんですよ。でもそれでいいと思うんですよ。いろんな形があって、いろんな形があるから、ここのジグソーパズルに形合わないなと思って、俺合わせることできるんですよ、そこに。形をこう変えて、俺水みたいな性格なんで、もしかしたら水の呼吸かもしれないですけれども、ある種。水はだからいろんな形に合わさって、そこで固まることもできるし、水蒸気でふわって散ることもできるし、まあ、いろんな風に動けるわけですよね。だから人それぞれだと思うんですけども、だからそういう自分の中でいろんな価値観だとか、いろんな多様的な風になっていくと、合わせることができるんですよ。合わせる人たちがたくさん増えたら、ジグソーパズル、平和という、幸せという、世界平和、世界幸福という、その幸せなジグソーパズル、一つなぎの秘宝、ワンピースが完成するんじゃないんでしょうか。はい。ちょっと最後笑っちゃいましたけど。これマジの話で。でも、自分がもう、本当に、もうそれ、もう、同じ形しか、もう、同じ型しか、もう、できませんってなったら、もう、合わないでしょ。完成しないよ。ジグソーパズルは。だから、本当に多様性っていうんであれば、まあ、ちょっと変わった人、変だなっていう人も受け入れる。だから僕変なんですよ。変にやってるんだと思う。変にやってるっていうのは意図的なのか無意識なのかわかりませんけど。変な人？変、なんか問題あるんですか？嫌がらせとか受けてたら嫌でしょ？でも、あの人なんか変わってるな、変だな、とか、何の問題もないでしょ。その変に救われてる人もたくさんいると思うんですよね。だから、自分に自信を持って生きてほしいし、まあ別に、ね、横柄になる必要はないですけど、あなたはあなたが、として生きてて、あなたすごく尊い人なんです。あなたというだけで尊いんですよね。何かに合わせる、誰かと比較する、そんなことしなくていいんです。あなたという存在だけであなたは尊いんです、すでに。だからあなたらしく生きてほしいんです。それが後藤輝樹なんです。後藤輝樹という生き様、死に様を見て、あなたもあなたらしく、山田太郎さんなのか山田花子さんなのかわかりませんけど、あなたにしかできない生き方が必ずあるんですね。なので、後藤輝樹あんな感じでやってんだから、私も俺もこういうでいいんじゃんとか、そういうふうに思ってもらえたら幸いなんですよ。
世の中お金でもないし、世の中地位とか名誉だけじゃないし、人それぞれいろんな生き方があると思うので、人それぞれ80億人いたら80億の答えがあるんです。それが全て正解なんです。80億の答えが一つの答えしかなかったら、本当にこれ争いになります。戦争になります。一つしかないんだから。なので、皆さん一人一人の答えを探して、それを受け入れ、それを肯定して幸せに感じて生きてほしいなと思っております。ちょっとね、バラ力、見えない力の話からすごい飛んじゃいましたけど、そういうふうに一人一人がね、生きていくと、見えない力、見えない場のエネルギーで、世界は幸せに平和になっていくと、僕は本当に信じています。なので、そういう方向性から、世界をね、幸せに、まあ、世界政府大統領になるって俺は言ってますけれども、世界を幸せにしていきたいなと思ってます。愛と光のある世界、愛と調和の世界にしていきたいと思います。愛と感謝と許しの心で。まあ、以前は、まあ、もちろん今もね、別に核武装を否定しないですけども、核武装だとか、軍事力とか、攻撃、そういう、なんていうんですかね。いわゆるそういう、なんていうんですか、もう、力をつけなきゃとか、っていうのもすごく思ってたんですけど、まあもちろんそれも今も別に否定はしてないですが、そうじゃなくて、もう愛の力というか、本当に、そういう攻撃するための科学技術とか、その軍事兵器とかじゃなくても、精神的なもの、人に優しくする、人を大切にする、自然を大切にするとか、愛を届けるとか、感謝するとか、相手を許すとか、そういう精神的なもので、この世界を、この宇宙を幸せにできるんだなっていうふうに気づいて、僕は今こういう感じに落ち着きました。こういうスタイルになりました。なので、銃を持たなくても、銃を持たずチンコ握れとか言ってますけど、銃を持たなくても、自分の心、人の心で世界を幸せにすることができるんだなって思ったからなんですよね。なので、僕はこう、愛と感謝と許しの心って言って、愛を届ける、生き方、活動をしてるんです。なので、僕も届けます。だから、80億人が80億人なりの愛を届けて、争いのない世界、幸せな世界にしていけば、必ず、この世界はラブ&ピースな世界になると思うんですよね。だから、ラブ&ピース党員にしたんです。本当は違う、もうちょっとナショナリズム的な名称にする予定だったんですけども、最終的なゴールはラブ&ピースということで、世界の平和のためなので、もちろんその日本のね、愛国心を僕大事に持っているんで、一時的にはそうかもしれないですけども、最終的にはこの世界平和、地球平和、宇宙平和を、目的地というか、愛のある世界が目的地なので、愛は宇宙の基本法って言いますけれども、ある意味小さな宇宙人では言いますけども、そこを目指してんで僕はラブ&ピース党にしたんですね。なので、皆さんがそういった意識で生きていってくれれば、場のエネルギー、見えない力で、この世界は、すごく、すごく幸せな世界になります。必ず。それは私たち次第なんです。今は、そうなってないから戦争とか起きるんですよね。環境とか破壊してるんですよね。一人一人が、そういう意識すれば、ゴミを捨てないし、ゴミを拾うし、人と喧嘩しようとか、争おうとか、比較して、どっちが上だ下とかやらないし、ネットとか SNS でクソリップ、クソコメントしないし、そうだと僕は思うんです。なので、皆さんあれ、これ見てる人はね、本当に何十人ぐらいしかいないかもしれないです。多くて100人とかかもしれないんですけども、その一人一人が、ここまで、これ1時間9分喋ってます。1時間9分7秒喋ってます、今。1時間9分11秒まで今、聞いてる人いないかもしれない。もしかしたら、1人、2人、3人、5人いるかもした、いるとしたら、その人たちが、あ、そうだな、後藤輝樹、ええこと言うやんかと。まあ、自分もそういうふうに生きようと思ってくれたら、その人たちがまた、1人、2人、3人、4人、5人と、広げていって、その広がった人がまた1人、2人、3人、4人、5人と広がっていったら、
嬉しいなと思ってます。そうしたら、本当に愛のある世界にいつかは届くという思いを込めて今喋ってます。これ見えない力。それこそ見えない力。その思いを想像して、そうなるだろうな、そうなったら嬉しいな、そうなったな。そうやって世界は平和になったな、幸せになったな、と思って今届けてます。これで世界は平和になります。なりました。世界は幸せになりました。そういうふうに思って、そういうふうに思って届けたんで。はい、なので、よろしくお願いします。お願いします。すいません。ちょっとね、大変かもしれないですけど、大変じゃないです。大変じゃないです。本当に、一人一人がね、やるだけなんで、お願いします。あざす。あざす。ということでね、本当皆様愛してます。本当に愛してます。大好きです。一緒に大好きな世界、愛のある世界で、愛で満たして、ハッピーにしていきましょう、本当に。で、俺友だから。俺ともっていうか、つながってるから。ここで聞いた人はもうつながってる。こんなにね、俺の話1時間10分39、41秒も聞いてたら、もうつながってるでしょ、ハートで。ね、会ったこともない人かもしれない。会ったことないかもしれないけれども、ハートでつながってるでしょ、ここまで聞いたら。一緒に世界変えていきましょう、本当に。マジで。ここまで聞いてくれた人は、もうつながってますよ。なんかのご縁ですよ。普通ここまで聞かないから。ここまで聞いてくれたら、一緒に世界変えられるよ。一緒に世界変えていきましょう。どういうふうに変えていくのかわからないですよ。スポーツ選手なのか、公務員なのか、アルバイトの人なのか。何かわからないですけども、あなたなりに変えられること必ずあります。まずは、一番近い人。まあ僕、誰もいないですけど、今本当誰もいないです。一人なんですけど、なんかこの有権者の方々とか、まあ、司令官だとか、まあ、接触ぐらいする人は、まあ、司令官ぐらいしかいないんですけど、今、あと、まあ、親とかね、両親とか、まあ、誰でもいいですけども、今、身近な人をね、まず明るく、幸せに、優しく、温かく、していけたらと思っております。ということで、ちょっと名残惜しいです。ちょっとね、ここまで本当にね、いつもね、もうここまで長く喋ったら、本当名残惜しい。これ、終えるのは名残惜しい。今、俺、繋がってるから、あなたと喋ってて。繋がってて、もう切るのがね、名残惜しいけど、切るって言ってもこれ新たなスタート。これ切ったからといって、俺死ぬわけじゃないし、これも、この映像もずっと残ってるし、なんだったらもうまたね、ちょくちょく動画撮ってるんだ、動画撮ってあげてんだ、これ5000何本あげて、ヒカキンより多いとか書いてたけど、そんな毎日、ね、ほぼ毎日じゃないかもしれないけど、ババババってあげてたりするんで、一緒にね、これからもね、繋がっていきたいなと思ってます。それで、ね、自分のなんか興味あるタイトル、ね、あったらね、ながらでもいいんでね、聞いてみてくれたら嬉しいです。これ、テルキ塾、テルキ教なんで、テルキ教っていうのは、あなた教、自分教なんです。あなたは神様なんです。だから、僕はテルキ、後藤テルキなんで、後藤テルキ教なんです。あなたが山田一郎さんだったら、山田一郎教、山田花子さんだったら、山田花子教なんです。あなたはもう神様なんです。日本は八百万の神様なんで、皆さん神様なんです。私も神、あなたも神、このリモコンも神、このマウスの神、この部屋も神、このパソコンも神、みんな神なんです。なので、神様になろうと思えば誰でもなれるんです。なので、あなたも神様という自覚を持って、この世界をね、幸せにするお役目があるんです。一緒に、八百万の神の一人として、アベンジャーズじゃないですか。俺、アベンジャーズ一回も見たことないんですけど、一回も見たことないんですけど、そういうヒーローが集まってるんでしょ。だから、あなたも、八百万の神アベンジャーズの一員として、僕も一員として、そのワンピースの仲間の一員として、何でもいいですけど、この世界をね、一緒に幸せにしていきましょう。日本人、日本の精神だとそれができます。一神教じゃないから。だから、キリスト教とかイスラム教対立してますけど、それ一神教だから。日本は八百万の神なんで、みんなと仲良くできるんです。この精神、この日本の精神を、この世界に伝えていきましょうよ。そうすれば、ああ、そういう考え方もあるんだな、っていう風になって、少しずつ必ず確実に幸せになっていきます。はい。ということで、もうここまで、話ね、本当ね、名残惜しいです。別れの辛いけれども、また新たなね、出会いがあると思います。この動画、YouTube、Twitter、で僕は発信してってるんで、物理的な距離、会えてない人でも、ネットを通じて、今このネットを通じてね、
あえていくことができます。またこれね、メタバース空間とか、霊的な空間がこれからね、サイボーグ空間、サイボーグとかね、いろいろな空間になって、また交流することで、時間軸とかが関係なくなってきます。時間的な距離とか関係なくなってきます。年齢とかも本当に関係なくなってきます。そういった社会が実現していきます。はい。なので、今ね、離れてるかもしれないけど、どんどん近くなっていく、ので、一緒に変えていきましょう。世界の裏側、ブラジルでこれ聞いてても、あなたと私の距離はもう近くなってくるんです。で、今もここ繋がってるんで、はい。その関係なく、こう繋がったと思えば繋がるじゃないですか。さらに、精神的にも繋がったと思えば繋がるし、こう物理的、その科学技術的にも今こう繋がってるわけじゃないですか。昔だったらこんなできなかったでしょ、この動画見て。それがどんどんさらにできていくようになるんで、AI だとか IT もっとほんと進んでいくと。はい。なので、これからどんどんいい方向に向かっていきます。それを悪い方向に、戦争だとか争いだとか、環境破壊とかに使わずに、いい方向に使っていきましょう。はい。名残惜しいですけど、本当に、ありがとうございます。ここまで長く聞いていただいて感謝です。本当に大好きです。大好きです。愛してます。一緒に世界を幸せにしていきましょう。ということで、後藤輝基より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。以上です。あなたも神様、一緒に神様になって、本当に世界を幸せにしましょう。以上です。